をなんかどれにしますかみたいな出てくるじゃないですか。こんにちはとか、かわいいみたいな、ヤッホーみたいな、あれって変えれるんですかね。なんか誰か知らない人のルームに入ったら、前なんかすごい変わったのがあって、やめてる、変えれんのかな。なるほど、変えれるみたい。ほんまにどうやって変えんのやろ。教えておじいさん、教えておじいさん、教えてアルプスの森の、知らんねよ。日本代表のユニフォーム見つけてくれて、いいよねあれね。合いませんそう、今日の公演行きました、ありがとうございます、ブラボー。そうなんです。はい、ホールでいいえいいえ、ホールでいいえいいえ、ホールでいいえいいふう。見て、ハイジが立った。ハイジじゃないな。ハイジが立ってるわずっと。見て、クララや、クララや。見て、クララが立った。っていうの。私は見たことはないんですけど。はい。中島よっしーさんは、これはトロフィーか、ありがとうございます。すげえ、タワーが立ったわ、ありがとうございます。 MC もそのテンションで喋ってよ今日は何のために、今日はあの持ってませんって感じなんですけど、ちょっと日によってね、あれなんですよ。今日ずっとね着替えてる時にね、サクとスタバの新作飲みたいなっていう話をしてましたね。したな、美味しかった、めっちゃ美味しい。あれはリピールわな。今日はお昼ご飯がなんか鶏肉のなんかと、あとホイコーローのお弁当だったんですよ。なんでね、めちゃめちゃ美味しかったですね。ごま団子ついてたんですよ。ごま団子が美味しすぎて、弥生がねちょっと持参してたお弁当をね食べてたんで、ごま団子もらっていいって言って、そう、クララじゃなくてタワーが立ったのがうまい、いいっすねあ、バスケ見てくれましたか。そう、エベッサさんの YouTube に載ってます、見てください。思ったより入りましたけど、本番が怖いですねちょっとこんにちは、ヨーゼフ、犬のやつかな、ヨーゼフ。スラダン、スラムダンク見たことないんですよね、うん、そう、ちょっとなんか B カインドナッツバープチ食べます。アーモンド&イチゴヨーグルト味、夜公演並んでます、お待ちしております。うん、編集なしで3連続、そう、こんにちは、そうなんです、実は隣にまで気温できた気まずい、気まずい、相方気まずい、気まずい、うん、バンされる、名古屋さん結婚してありがとうございます。ボールの回転かけれるの、ほう、なんか私やり方知らないんで、バスケの適当にやってるんで、なんかレイさんにどうやったらできるみたいな聞かれたんですけど、どうやったらって言われてもって感じでしたね。まあでも独学でやってるんで、そうなんですよ。リスロー成功する確率は、成功させたいな。でも名古屋さんいっぱいありがとうございます、結婚しよう、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、これで赤ちゃんになりたい、私また勉強します、あれ来てください、木曜日がテストのことに、ほらショールームのあれになってる、クリスマス仕様、はい、昨日予定なかったから、うん、エベッサの試合のの見てきた、うわすごい、どうでした、
バスケット面白いよね。なんか展開早いスポーツ、結構初めての初心者の方でも見やすいと思います。わーわーわーって言いながら楽しいです。挑戦後の小テストです。寒いです、めっちゃ。バレーボール、バレーめっちゃ無理ですよね。今日リサ、リサいます。今ゴルフ上手くなろう。勉強するとゴルフもまたしたい。紙を忘れたので反省会のメモするノートの後ろ側を使って後でちぎります。ヘルトアイありがとう、楽しかった。そう、サッカー見てからサッカーしたくなりすぎて、どっかにねボールあったはずなんですよ。あ、あった。後でサッカーしようかな。では始めていきたいと思います。今回は、寒いて、今回は日本語やっただけじゃなくてハンドルも大人にダメらしいので、左手はそれだけ。だいぶやばいです。あ、見てください、見えますか。寒い。緑黄色社会ティーです。緑黄色社会さんのね、T シャツで、これ着て今日はリハーサル頑張りました。黄土色のペンってどんなんですか。ブログ更新、そう、8期ブログ更新少ないから貴重です。そうなんですよ、みんなねツイッターに行きましたんで、ちょっと戻ってきました。入ってるんですよ。まず始めよう。サランが人、中学の頃サッカー部だった。ポンポンポン肩。ゴルフ将来絶対良くなる。なんじゃ、何歳になってもできそう。ライブの時に買ってて、そうなんです。あ、けどこの前の時のライブジャックで買ったやつじゃないんですけど、うん、12月にあるなんかいろんなフェス、いろんなアーティストさんが出るフェスにお兄ちゃんが行きますね。緑茶かも出るみたいで羨ましい。サウヒーさんも良かったですよ前。日本代表誰がおへ、それ何でしたっけ。やばなんかミーハーみたいに。ポジロン忘れて終わったやん。ミトマヒョン、ヒジョ全然違いました。カジョクもうお風呂にね、汗みんな配信してんの？どこださい。カジョク。手本が来ました。どうしよう。カジョクの本体に。こんなんです。おぼ。すごい混ざるけど。あぼじ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 。いい混ざって。あぼじちち。あぼじちち。あぼじ。あぼじ。アボリジニ。あぼじちち。あぼじ。あんたこれ言うね。あぼじ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 。なんか勉強しだしてんけど隣の人怖いねんけど。もうやばいね、助けてもくるね。どうしたん。テストなんです。あ、頑張って。雨もテストに終わりしたな。あぼじちなあぼじちって全然書いてない。こんにちは、ね、これ別にあのタブがバレへんとか違う、バレないんですけど。ヨヤさんハートいっぱいありがとうございます。これ立てんの。絶対乗るわ。ゆるゆるやんかこれ。え、いける。こっちと夜公演もお待ちしております。皆さん、あー、え無理じゃない。最悪。いける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 。天才すぎ。天才、ありがとう。師走ですね。始めよう。シャッホーっていうのはなんか一時期ねハマってたんですよ。アニメみたいな、え、待って、ショータニメみたいな、チャッホーチャッホーっていうやつがあって、1月に好きなアーティストのライブ行って、めっちゃ基本的なとこなんですよ。みんな、はい、こんなところでつまずいてたらやばいです。あ、夜公演100回目なんです。おもに、おもに、おもに、母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 、おあっぱ、パパ、あっぱ、パあっぱ、パパ、もうなんか呪文唱えてますね、人が。あっぱ、パパ、あっぱ、パパ。次の日本戦はサッカー実況は12時なんで。PPA 起きてるでしょ皆さん。そう、ほんまに日本語だったらできるんですけど、この前4時とかだったんで朝すぎて、さすがに迷惑すぎると思って。でもこの前私はハンドルの点数しか取れなかったので絶対に取るんです。決めました。
皆さんも見ますか？コメント読んでます。ほんまにやばいね。そうはめっちゃポニーテールで目がつっちゃったんです。また復習しよう。サナンの人で、うん、日本代表のように買うか待ってます。方で、うん、あえな。でも結構売り切れが多いらしいですよ。なんじゃやった。全然違うから。特に。やば、うん。どうしよう。なんじゃなんじゃ。なんじゃ100回目です。次100回目の公演、ヨジャが女家族きそんな記念すべき時に出れて嬉しいですね。アッパがパパ、オンマがママ。はい、ちょその辺までは久保くんにしたお久保くんさん、うん、なんですか、この読めないです。まずいいですね。 H2 防戦2つの棒、え、なになになに、ヨみたいなやつですよね。え、ヒョン兄日本代表のユニカ、生誕って生きて我慢しときます。ヌナ青なんで、ヌナサムライブルー、ヌナ姉、ごめんなさい、ちょっと普通に勉強してしまって、うん、クロアチアのパーカー持ってる。どうしましょう、クロアチアどうなんやろうな。あ、なんか昔の実況で日本の勝敗が悪してるから、アベマってなんかちょっとあのラグじゃないですか。この前私日本戦あのスペイン戦をアベマで見てたんですよ。そしたらなんか見ながらツイッターをこうねやってたら、もう日本勝利みたいな、いやまだ終わってないしみたいな思いながら、ああいうことになったんですね。私のだから通知で勝敗が分かってしまうみたいな。女性から見た兄がアッパ、これもでもなんか有名ですよね。地上波より遅いんですけど本田さんの解説が聞きたいんですよ。わかりますよね、本田さんの解説が聞きたいがためにアベマ見るって。わかりますよね。あ、さっき見ましたよ、クロアチア戦ね。入場制限かかるかもしれない。そうなんですよ、どうしよう。え、本田さんの解説は聞けなかったら私も悲しいですわ。あのマジでおもろい。まだになってるさ、まだ泣くな泣くなとか。オフサイドですか、違います。めっちゃおもろかった。そう。え、違いますかね。わかる。テレビで見て解説だけわかる。前やってたそれ、車でやってました。見たので。うん、なにおもろい。本田さんめっちゃおもろい。見たので明日のフットサルも頑張ります。あの私はいつもゴール前にいるんですけど、そんな取りに行けるわけないよなっていう。私が普段やってるのはフットサルなんで、オフサイドしても三笘さん あのクロスが上がった時に、あの VAR になった時に、なんかこれ入ってない方がいいんちゃうみたいなこと言った時に、牧野さんがあのそれは違いますみたいな、めっちゃおもろかった。めっちゃ面白かった。今日のこの調子はポニーテールで作ってるんですよ。はい、そう、昨日の昼ご飯油そば食べて、夜ご飯アディショナルタイム長すぎますよね。もう最初とか20何分とか言ってましたよね。もう延長戦やんって思いながら、マジでなんかちゃんとねでも撮ってる証拠ですよね。メイクやっぱり呼ばれると思った。おっさおっさ、ありがとうございます。 1.88mm すごいよね。諦めない力がやっぱり大切なんで。ヨジャ女家族家族、あーそうなんです。マジ長いですよ。あ、女 VAR、 そう、ヒョン姉、ルナ姉、ヒョン姉、ちゃ、ヒョン兄、ルナ姉、ポ、次のクロアチア戦のスタメンが気になりますね。女性の鬼久保くんさんがあの足怪我してるのが心配ですね。トンセン妹、前半めっちゃ良かったから、トンセン妹、心配ですね。トンセン妹、うん、クロス上げるとすごいですよね、あの角で。トンセン妹、トンセン妹、浅野選手のシュートといいすごいですよね。トンセン妹、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 私もなんかフットサルやすときにあの、はい、こんなん入らないろうと思ったショートが結構入ったりとかして、だから何が起こるか分かんないなと思って思いました。本戦の前に男のトミーさん、星ありがとうございます。あ、なるほど、何トン戦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 、じゃあ100回目の夜公演もお待ちしておりますね。で、
弟は何トン戦、そう左サイドね、久保くんさん、そうなんですよ、何トン戦で、あ、ボールが4じゃえたら4をつけて4トン戦、あ、なるほどな、入りますよね、でも4トン戦体力的な問題で多分途中出場かなとか思いながら、あれは森保監督の采配が、ランキング見ます。13位、ハマピーさん、12位、キムケンさん、11位、チキンナンバさん、10位、ハイワンの BK さん、9位、トミーさん、8位、イカリシンジさん、7位、ハシムッチさん、6位、ペペさん、5位、ジュンヤさん、4位、野原慎之介のすけさん、3位、ハイドさん、2位、名古屋さん、1位、中島よっしーさん、ありがとうございます。そうなんですよ、2002年、そうなんです、私生まれてないんですよまだ。こんなんマジで日本語 PV 無理なんですけど、このあと劇場公演よろしく。100回目です、皆さん、100、スタバの新作マジで美味しかったんで飲んでください。エベスさんのやつも来てくださいね。 YouTube また更新しますし、ブログも更新します。なんか久々すぎてブログなんか変に期待値が上がるじゃないですか。だからどう、何を書こうと思ってめっちゃ迷いました。結果あんなことになりました、すいません。本がそう、昼公演楽しかったです、良かったです。お姉ちゃん、そう、 MC ちょっと大丈夫でしたかな。なんか喋るのは苦手なんですけど MC は好きなんですよね。そう、なんていうんやろ、美咲とかにもなんか人見知りみたいな、あれはビジネス人見知りやとか言われるんですけど、本当に人見知りなんですよ、ビジネスじゃなくて。でもなんていうんやろ、人は好きなんですけど、好奇心はあるんですけど、喋れるようになりたいっていうか仲良くなりたいっていう気持ちはあるんですけど、人見知りなんですよ根は、っていうこのなんかギャップがねすごいしんどいですね。そう、キャッチフレーズも、あ、そう、あのタイトルに名前を書くの忘れてしまって、あ、募集してますので皆さん、ブログの名前なんかハッシュタグとか決めれたらなと思ってるので、また見てください。久しぶりのマコチパフォーマンス、よかった。そう、待ってますね皆さん、で100回目の公演 DMM でも絶対に見てください。ありがとうございました。